今日の試合勝利を挙げました中央大学背番号11番桜井昴選手です。おめでとうございます。今日の試合フル出場そして2ゴールの大活躍でしたが、どのようなことを意識して試合に入りましたか？慶応もすごいタフだったんで、そこに負けないようにみんなで走り切って勝とうっていう意識で入りました。そして今日の試合2ゴールそれぞれ振り返ってください。1点目は大橋がすごいこっちまで持っていってくれて、まあ、あとはカットインした瞬間に股が見えたので、まあ、蹴り込むだけでした。2点目もムツキがその前もみんながすごいいい形で持ってきて、自分は外で待ってて最後決めるだけだったと思います。最後に連戦が続きますが、次節に向けての意気込みを聞かせてください。3連戦ですごい日程的に厳しくて、みんなすごい疲労溜まってると思うんですけど、まあ、チームみんなで戦っていきたいと思います。ありがとうございます。お疲れ様です。